どんなことをいつも思いますか？いや全然変わりないなっていう感じしますね。そのまま残ってますから、はい、今でも土蔵の壁に黒い部分があると思うんですけど、それがすすの跡ですね。白いところは当時の建物で柱とか梁があって、だからその部分が山崎俊樹さん69歳です。袴田事件の支援を始めて30年、事件を知ろうとする人を案内するため、事件現場には何度も足を運んでいます。時が止まって事件はここで起きたということが今でも我々に見せつけてくれる、そういうふうな場所だと思います。1966年、当時の清水市で味噌会社の一家4人が殺害された、いわゆる袴田事件。従業員だった袴田巌元被告が死刑判決を受けましたが、無実を訴え裁判のやり直しを求め続けてきました。で、要請文を出すということは含めて要請行動ということですよね。山崎さんがこの事件のことを知ったのは1990年頃、後に死刑冤罪事件となった島田事件に関わっていた時でした。島田事件は袴田事件が起きる12年前、1954年に発生した6歳の女の子の誘拐殺人事件です。死刑が確定していた被告人は1989年に無罪を勝ち取りました。袴田元被告の姉秀子さんはその時自宅で涙を流していました。島田事件、そして島田事件から袴田事件につながってきたわけです。調べていくと、こんなひどいことがあるんだということが分かったんですね。まあそれはある意味島田事件以上にショックでした。その頃、浜松市から東京拘置所に毎月出かけ、面会や差し入れをしていた姉秀子さん、弟が面会を拒否し行っても会えないことが数年続いていましたが、山崎さんは毎回のように交通費は自腹で拘置所へ付き添っていました。一言で言えばそんなに、落ち込むっていうことではなくて、またかっていうような感じでしたね、いやそれは本当に強いなと思いますね。まあ、ただ僕自身は、まあ、秀子さんがいたから一緒にやれてきたのかなっていうような思いはあります。それは秀子さん自身もそういうような思いは多少はあるんじゃないかなと思います。大変ありがたいですよ。もう支援者がいたでこそね、私も頑張れてた。山崎さんはね、まあ、ただの支援じゃなくてね、裁判に直接関わるようなね、ことをしてくれてるでしょ。味噌漬け実験やったりね、なかなか支援者って言ってもそうはいかんのよ。だから山崎さんや梅田さんには一目も二目も置いてるよ、私は。東京高裁での差し戻し審では、味噌に使った犯行着衣の血痕の色の変化が争点となっています。そのきっかけとなったのが弁護団による味噌漬け実験。山崎さんは公安関係の仕事をしながら、2000年頃から中心となって血のついた布を味噌につける実験を繰り返し行ってきました。シャツの色が白く残るような味噌だったらば 2,30 分でできるんじゃないかということが実験のスタートのきっかけですね。どんな人でも納得できると思うんですよ。味噌の中に衣類が浸かれば抹茶色に染まるし、血液が黒くなる、誰が見てもおかしいって
分かりますから、裁判ってある意味そういうふうに分かりやすい証拠で判断をしてもらいたいんですね。まもなく示されようとしている高裁の判断に山崎さんは期待を寄せています。事件から57年、支援を始めて30年、支援者にとっても長い年月でした。よく聞かれるんですけども、まあ、一つはですね、支援が途切れたらやはり死刑というのは執行されるんですよ、確実に。だから支援し続けないと袴田さんが殺されるという危険性があるということですね。もう一点はやはりここまでひどい事件が現実にあるということを、これは知らせていかなければいけないと。自分のある意味一生がここまで変わってくる、きたというような、そのような事件ですね。再審開始決定しかないというふうに思っています。その建物を撤去した高裁の判断は支援者にとっても待ち続けた大きな大きな節目です。市民も冤罪と無縁ではなく、いつどこで巻き込まれるかわからない、そのことを一人でも多くの人に知ってもらいたいと話す山崎さん。未来の活動について聞いてみました。まあ、夢物語かもしれないんですけどね、まあ、袴田事件を中心とした冤罪博物館みたいなものをどこかに作れればいいなというふうに思います。